アレッサンドロ・ストラデッラは、イタリア正規バロック音楽の作曲家。オラトリオ、洗礼者、ヨハネの作曲者として、またコンチェルトグロッソ様式の創始者として、音楽史上に名を残すが、一方、プレイボーイとして、浮き名を流し、最後は、貴人の愛人を誘惑したトガにより、報復として、ジェノバで暗殺された。このためストラデッラの一生は、ジェズアルドの生涯と並んで、 歴史的に注目されてきた。幼少期について多くは分かっていないが、貴族の羊で、ボローニャで教育を受け、若干20歳の若さで、スウェーデン城をクリスティーナに作品を移植されるなど、早くから作曲家として、名を馳せていた。1667年に、ローマに移り、とりわけ宗教曲をふんだんに作曲しながら、豊章な生活に走った。悪友とともに、 カトリック教会の金を使い込んだのが発覚、ローマを逃げ出す。かなり後になって、もう大丈夫だと知り、ローマに戻る。だが、不注意にも、今度は次々に、様々な女性と関係を持ち、それが、ローマの権力者の不況を買う結果となり、再度ローマを、遁走、二度と戻ることは叶わなかった。1677年に、ベネツィア共和国に行き、コ高気なる人物により、 その愛人の音楽教師に雇われる。大方の予想通りに、またしてもその女性と関係を結び、しかも、それが露見したため、またもや逃亡生活に入る。普段のベネツィア貴族は、殺し合いチミを雇い入れ、ストラデッラを追跡して殺害するように命じたが、ストラデッラは辛くも、魔の手から逃げ合せ、今度は、ジェノバで、オペラやカンタータの作曲家として、活躍をするが、 今度も懲りずに女遊びを始めたところを、とうとう暗殺者に抑え込まれ、そしてあっけなく差し殺された。ストラデラの波乱万丈の生涯と血まみれの最後は、後継のリンクにあるように、かなり殉職されているにせよ、それ自体がオペラ創作に格好の話題を提供してきた。ストラデラの生涯にまつわるオペラは、三人の作曲家によって、 別々の作品が存在するが、中でも最も有名なのは、フロトー島によるアレッサンドロ・ストラデッラであろう。ストラデッラは、生前スコブル影響力のある作曲家であったが、18世紀になるとその名声は、コレッリア・ビバルディの影に隠れてしまった。おそらくストラデッラの一番の重要性は、コンチェルト・グロッソの原理を作り出した点にある。 コンチェルトグロッソという名称を初めて出版作品で用いたのはコレッリの作品録の例まで待たなければならないがストラデッラはその原理を自作の減額のためのソナタソナタディビオールやオラトリをカンタータの一部においてはっきりと利用しているストラデッラとコレッリは知り合いだったので直接的な影響力はあったであろうストラデッラは少なくとも6曲のオペラと おびただしい数のカンタータやオラトリオを作曲した。さらに27曲の器楽曲を作曲しており、その多くは典型的な教会そなたの原理を踏まえている。ありがとうございます。